動するから援護して。世界は今不思議になる。我々は心を奪われているのだ。何に魅了されているのか気づかずにいるが、その正体は勝利だ。悪なき勝利だ。最新の携帯が欲しくてたまらない。その携帯に合う新しい時計、最高の眼鏡、それを入れる新しい動くわ、援護して。音楽のストリーミングサービスも必要だ。テレビや映画、ニュースの配信も欠かせない。世にあふれる様々な意見や知識、一人や熱量がストリーミング配信され、頭の中はおびただしい嘘嘘嘘で埋め尽くされる。そして我々は目的もなく消費し、理由もなく消費し、互いのことなどお構いなし。移動するわ、援護して。最後のステップだ。我々の罪は
むき出しにすることで初めて取り除くことができる。魂を解放し心を開くのだ。食材の苦しみは罪の重さに比例する。レジスタンスの罪は保安官のせいで非常に重い。お前たち全員が保安官の行為を贖わなければならない。お前たち全員がファーザーの御言葉を受け入れる。お前たち全員がイエスというのだ。普通の部屋人も移動するから見張ってて。もう私はやめるわ。ベギーがここを手に入れてから全てがめちゃくちゃ。これやってみろよ、最高のゲームだ。よしは、援護して。敵が前にいる。普通のヘラジカも仕留めづらいが、行かれた人はその気じゃない。ジョンのバンカーに行く唯一の方法は捕まること。誘拐されるのよ。さもなければ招待してもらうのよ。移動する。火じゃない。普通のヘラジカも仕留めづらいが、行かれた奴はその火じゃない。こっちに行くわね。よくカルトからこの場所を取り戻してくれた。時間があればぜひ協力を頼みたい。ここにヤバいヘラジカがいるんだ。エデンズゲートが薬を使ったんだ。今のやつはイカれてる。なんとかバレー郊外まで追い詰めたが、仕留めるために送った部隊から連絡がないんだ。また暴れ出す前に仕留めないと。行くなら準備は入念にな。やつは化け物だ。町が天の声を聞いてたら爆発してたかもな。